日本とバヌアツの関係では、日本とバヌアツの関係についてが一説する。太平洋戦争では、南太平洋の多くの地域が、戦火に巻き込まれたが、バヌアツは大日本帝国領や、占領地から比較的距離があったため逃れている。しかし、太平洋戦争有数の激戦に数えられる、ガダルカナル島の戦いが繰り広げられた、ガダルカナル島から近距離に位置しており、 そのため現在のバヌアツ領であるエスピリットサント島は、エスピリットサント海軍前線基地が建てられるなど、最重要の広報支援拠点として、日本にとってもアメリカにとっても戦略上の用地であった。フランスとイギリスの共同統治下にあったバヌアツは、1980年にイギリス連邦の一員として独立。日本はすぐに独立を承認して、同年7月の独立式典には、 秋田大輔を特派大使として派遣した。1981年1月には日、バヌアツ間に正式に外交関係が樹立した。1993年、東京にバヌアツ名誉領事館が開館するも、2003年には閉館した。日本側は、長らく在フィジー日本国大使館がバヌアツを派遣活していたが、2018年には、 ポートビラに在バヌアツ献金駐在官事務所が開設し、2020年1月に在バヌアツ大使館が開設して、県活が解消された。独立以来、開発援助などを通じて、友好的な関係が築かれている。独立以後、初代バヌアツ首相のウォルターリニは1984年、1990年、1991年に3度、訪日を実施し、 日本との友好関係を築いた。その後、1995年には、マキシム・カルロ・コーマンが、1997年には、第1回太平洋、島サミットのためサージ・ボールが、2000年には、第2回太平洋、島サミットのためバラクソペーが、2003年5月の、第3回太平洋、島サミットのためエドワード・ナタペーが、2005年6月と2006年5月には、 第4回太平洋、島サミットのためハムリニが訪日を実施した。2009年5月と2010年10月には、第5回太平洋、島サミット及び中間会合のため再び、エドワード・ナタペイが訪日し、総理大臣の麻生太郎やカンナオトと首脳会談を実施して、軍事政権が続くフィジーの民主化や気候変動についてが話し合われた。二千十二年五月には、 佐藤キルマンが、第6回サミットのため訪日、野田義彦との首脳会談や外務大臣、黒葉光一郎との会談が行われ、バヌアツに対する演者官事業の署名が行われた。2015年5月、第7回サミットのためジョーナマンが訪日し、安倍晋三との首脳会談が行われたほか、外務副大臣の木内実が表敬した。2018年5月、 第8回サミット出席のためシャーロット・サルウェイが訪日し、安倍晋三と首脳会談を実施。そこでは、北朝鮮核問題や北朝鮮拉致問題、自由で開かれたインド太平洋構想についての意見交換が実施された。1987年、外務大臣だった倉成正がバヌアツを訪問し、これが現在までで、 唯一の大臣級のバヌアツ訪問となっている。近年では、太平洋諸島フォーラム出席のため2010年8月に、外務大臣政務官の西村千奈美が、開催地ポートビラを訪問。2011年10月には、参議院副議長の大辻秀久率いる、参議院議員の一団がバヌアツを訪問した。2015年3月には、外務大臣政務官のその浦健太郎が、 大型サイクロンパムで被災したバヌアツ各地を視察し、医療面での支援を約束した。2019年12月には、中山天候外務大臣政務官がバヌアツを訪問した。無償資金協力や技術協力を合わせて、2017年までの累計で、日本はバヌアツに対し300億円の援助を実施、オーストラリアやニュージーランドに次ぐ経済援助国である。 主要な援助としては、バヌアツ最大の港湾の整備事業である、ポートビラ港、ラペタ市国際多目的不当整備事業や、ポートビラ港不当改善計画、バヌアツ唯一の高度専門医療が受けられる、ビラ中央病院の、ビラ中央病院改善計画、サイクロンパムの被害を受けたテオマ橋を復旧する、テオマ橋災害復興計画、エファテ等の地震復興プロジェクトの一環である、 エハテ島環状道路橋梁震災復旧計画などが挙げられる。また、2015年3月に発生したサイクロンパムで、バヌアツは甚大な被害に見舞われた。それを受け日本は、安倍晋三及び岸田文雄がお見舞いのメッセージを発出するとともに、2000万円相当の緊急援助を実施した。貿易関係としては、2019年への対、バヌアツ貿易は、 輸出額12.7億円、輸入額は60.8億円となっており、日本の赤字である。その理由としては、日本の食文化に欠かせないマグロやカツオを供給しているからである。日本では、両国の文化的、経済的な交流を深めるために、特定非営利活動法人日本、バヌアツ親善協会が設立されており、両国の交流の窓口となっている。 バヌアツでは2020年に開館したザイバヌアツ日本国大使館が日本政府奨学金留学生の募集、専攻を実施し、教育、学術面での交流促進を図っている。ありがとうございます。